はい、どうですか。途中の過程がだいぶ来てますよ。上まで行ってますか。武将髭みたいなのがいっぱいついて、ちょっとね、紫がキラキラしたのが見えると思います。うん、キラキラ、あ、本当だわ。はい、どうも VCP の補助です。ミカです。どうも瀬戸です。お願いします。お願いします。お願いします。渋いです。店長が聞く。頑張ろう。よし、頑張ろう。今日はね、はい、紹介についてやっていこうと思いましょうか。懐かしい。まだね、ちょっと使うものを見せたいと思います。はい。じゃあまず、要素。要素。まあ、そうですね。あいつ、要素。見ますか、おっハロゲン。どうですか、なんか、わ、なんか、ツヤツヤしてるね。キラキラ。そうそう、ハロゲン元素なんですけど、キラキラ、ちょっとね、はいはい、まあ、光沢があるっていう。キラキラしてる。金属ではないと。金属ではない。オッケー。あともう一個ね、こちら。これ馴染みのあるやつ。白い粉。はい。え、じゃあ、こいつらで一体何をするんですかね。今日はですね、はい、こっちも書いたんですけど、消化についてやっていこうと思います。消化、はい、はい、そう、消化って、はい、皆さん知ってますでしょうか。まあ、個体から気体へ、そう、気体から家庭をすっ飛ばすなんですけど、家庭をすっ飛ばすためにこの要素を、要素消化するんですけどね、はい、それをちょっと実験で見ていこうと思います、はい、で、こいつはちょっとね、あくまで比較っていうか、はい、消化しないんだけど、まあ、比較としてこいつの食塩を入れます、オーケーっていうので、ちょっと実験をやっていこうと思います、はい、はい、はい、石鹸の準備をしていきます。まだね、要素を入れていきますよ。お、もうちょっとでいいですね、ちょっとちょっとなんでちょっとでいいんだっけって、なんで そのちょっとで大丈夫なのちょっと濃いんだよね、まあ、有害物質だから、はい、でこれで、うん、要素を入れました。おえ、そんなに入れなくていいんだよね。そんだけ入れなくていい、なんかね、ちょっとワインいっぱい入れすぎてなんか失敗した感じだな。やっぱ有害物質はその大量使っちゃダメだね。そうだよね。じゃあ、で今何それ、これお塩ですね。お塩って言い方する、食塩、塩化ナトリウム、塩化ナトリウム、そうだよね、塩化ナトリウム、塩化ナトリウムってどういう物質、これはあのイオン結晶の物質で、うん、イオンからなる物質ってことね、はい、はい、ということはこれ観察的には混ぜて、今これ、ね、純物同士を混ぜた混合物の観察、はいはい、分かった分かった、うん、でそれをさ、分離するってすごい大変だよね。これまさか一粒ずつ取るわけにいかないから、ああ それをもうちょっと科学的に消化っていう方法を用いて、うん、分離する方法があると、消化法、うん、それをこれから紹介してくれるわけね。消化法を、はい、紹介します。消化だけ、はい、じゃあ消化を紹介する、じゃあセッティング、はい、あ、でこれはあの消化したものをここに結晶化するための冷たいお水です。まあ、再結晶ね、うん、それレンズじゃないわけね。はい、じゃあいいよ、はい、で、でこれをセットして、はい、固定しましょう、はい、これ手早くやろう、はい、なぜならなんか なんか手順ね、順調だねなぜだ、なぜだ、あ、濡れてますね濡れた、ネジットティッシュがありますね、口のとこをね、要素がね、漏れないように、うん、どこ行った、口の、あ、そうだね、要素漏れないようにするよっていうところ言ってもらった方がいいな、要素漏れないように、あの、有害だからこういう風に気をつけようねってことでこれやって見せてるわけだから、それちょっと解説してもらった方がいいな。あ、取れちゃった、もうちょっと水じゃない、そうだね、外に消化した気体の状態の要素があると、まあ、危ない、危ないもん、肺に入って危ないとかよくあるから、うん、一応ね、それを漏れ出ないように濡れたティッシュをねじって、はい、ビーカーの中見てもらっていいですか、どうですか、若干なんか、あ、紫、紫っぽいですね、濃いのが、要素がもう消化始まってるんで加熱していきたいと思います。はいや、はい、じゃあ弱火でちょっと様子見、さあどうだ、曇るね、曇るね、水分メガネか急だね、ここ湿気がすごいってことだね、湿気がすごい、さあ消化しろ、要素くん、曇りがすごいな、曇りがすごい、見づらいし、ピン、な、見えないよね、あ、でも来てるんじゃない、ちょっと来てる、もう来てるの、あ、本当だ、下の方ね、下の方ふわっとちょっと、本当だ、紫色に、あ、ほら、あの、なんか要素の塊の周りがブヤブヤしてまいりましたよ、来てるね、あ大学だからね、大学だからね。あ、もうだってかなり。おうおうおう、あ、出てきてる。来てるね。下から見た方が見やすいね、これ。あ、そうでもなかったもん。あ、でも。うん。下がかなり。はい、どうですか。タイムのところカットしたかったよね。そうですね。火を弱めて一回。あー、がっかり。あ、じゃあここから、はい。
急に発生した感じがする、映像的に。はい、どうですか、途中の過程が。だいぶ来てますよ。もうビーカー内がピンクというか紫ですね、うん、これもう昇格始まってるんですけど、これちょっとどうですか、綺麗、煙どう、上まで行ってますか。まあめっちゃ行っては行ってるんだけど、全体に行き渡ってる感は、まだ割と下でモヤモヤしてる。そうだ ね、濃いのは結構下にある感じだよね。これの要素の、分子量が、250いくつだっけな、250チェックマンサー、253.8、253.8 なんで、空気がね 28.8 かな。だから重いんだよね、非常に分子量が大きくて、だから下に溜まってると。10倍以上ある、まあ、でもだいぶ変化が、見てください、もう要素の塊はほとんどないのに。どうですか、もう一個入れてさ、エカナトリウム、何も変わらず残ってると、うん、確かに白い煙とか、まあ、白い煙じゃないかもしれないけど、うん、紫以外の煙出てない。つまりこれ、エカナトリウム確かあのイオン結晶なんだけど結晶壊れにくいと、うん、で逆にあの要素の方はすぐ分子間力でバーッといっちゃってすぐ消化しちゃうっていう、うん、かなりあれだね、上の方がビーカーの上の方だけどキラキラっと。本当、うん、どうなんですか、ビーカーの内壁あたりがね、上の方がキラキラしてきているね。これは元の要素みたいな感じから再結晶、要素が再結晶化してる、今この上の水で冷やされて再結晶化してきてるってことだね。なるほど、空気の対流で上まで上がってキラ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 したヒゲみたいなのがちょっと伸びてはきてる、うん、武将ヒゲって感じだな、うん、まあね、ティッシュペーパーで押さえておくと比較的安全に実地ができるよねってことだよね。でしばらくちょっと見てみるか、イソジンみたいな感じになってるね。まあ、でもない、塩がもうだいぶ透き通るように透明になりましたね、うん、どうですか、最初の召喚の頃と比べたらね。はい、でまあこうやって加熱してきたわけですけど、どうでしょう、まあ最初に比べたら、うん、ビーカーほぼほぼ透明になりましたね、うん、薄くなって、ね、塩だけになって、で上の方見てください、武将ヒゲみたいなのがいっぱいついて、ちょっとね、紫のキラキラしたのが見えると思います、うん、おう、これはあの消化した要素が上の水で冷やされて再結晶したってことですね。なるほど、はい、キラキラしたのが見えます、はい、答えが気体になって、でまた気体が固体になったと、そういうことです。なるほど、はい、ではなぜそうなの、取り出します、取り出しますフラスコじゃなくていいの、はい、じゃあフラスコの面をちょっとずらして、これちょっとずらして、お面をこれで移して、すごいキラキラしてる、あ、本当だわ、こう、うん、見てえなこっちから、お、綺麗、アメジスト、なるほど、光沢ですね、これが先ほど見た、最初に見た光沢ってやつが再結晶してもちゃんと健在であると残ってる感じなんですね、要素だ、お、素敵、ちゃんと再結晶してますね。できた。おお、できた。残されたやつは最初に入れた塩だけがずっと残ってる。おお、塩だけ。ということから、塩は消化しにくいけど、うんうん、こいつは要素は消化しやすいっていうことが。塩化ナトリウムね。塩化ナトリウムは気化しにくいけど、要素は気化しやすい。はい。なるほど。じゃあこの処理の仕方ちょっとめんどくさいんだけど、ここはちょっと省略します。はい、じゃあ解説よろしく。はい。解説。レッツ解説。はい。解説していきます。はい。でまずは最初にあの要素を入れました。はい、はい、はい。ですね。ましたね。で加熱すると消化して紫の煙が見えたと思います。うんうん、で上に入れた冷水に冷やされてここに再結晶して出てきた。はい。このヒゲみたいなやつが。この要素の結晶です、はい、はい、なるほど、でも表したとこの点々がね、塩化ナトリウムなんですけど、はいはいはい、どうでしょう、最後まで残ってましたね、残ってた、うん、ここにもあるようにまだ残ってます、これが物質の違いですね、性質の違いなんですね、はい、何が違うかっていうと結合が違うんですね、お、結合が、でこの要素は分子間力っていう弱い力に繋がってます、ただ詰まってるだけ、そう、で弱いんでちょっと加熱するだけですぐにバラバラになって気化すると、はい、一方この
塩化ナトリウムは、イオン結晶で電気の力、空論力かな、でつながってて簡単には壊れません、結合が、うん、だからあの加熱しても要素みたいにこうすぐ気化するってことはなくて、その気化しやすさの違いによって物質を分離するっていう、これ消化法って言ってる、うん、かわいい、なるほど、気化のしやすさで分離をするということで、うん、今回はい、なるほど、消化をご紹介しました、消化を紹介しました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、消化の紹介ありがとうございます、いいね、要素だけ取りな、分離するっていうのが大事ですね、はい、ちょっと危険なものなんで、うん、扱いには十分注意しましょう、はい、というわけで今日はここで終わりたいと思います、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら